サリーム・アフマドは、インドのマラヤーラム語映画で活動する、映画監督、映画プロデューサー、脚本家。1971年7月6日に、ケーララ州、マタヌールで、アフマド・クッティとアーシャ・ウンマの息子として生まれる。パザシーラージャ NSS 大学の小学部を卒業し、旅行学と観光学の学位を取得した。大学卒業後は、映画業界に就職を希望するが断念し、 旅行コンサルタント業に就職した。しかし、映画業界への就職を諦めきれなかったサリームは、トリシュールの演劇学校に入学した。彼は、スーリア TV で、クリエイティブディレクター、脚本家として働き、その後、ソフォリウムなどの映画で助監督を務めた。スーリア TV では、ラシカラジャナンバーワンのディレクターを務めていた。2011年に、アブ、 アダムの息子で監督デビューした。同作はサリームが長年構想を練っていた作品であり、彼が旅行コンサルタント業に従事していた頃に出会った人々の話を元にしている。ケーララ州の貧しい高水売りのアブが恥のための資金を蓄えながら暮らす姿を描いている。アブ、アダムの息子は批評家から絶賛され、ナショナルフィルムアワードを4つ。 ケイララ州映画賞を4つ受賞している。また、第55回ロンドン映画祭、ムンバイ映画祭、第8回南アジア国際映画祭、第42回インド国際映画祭、第5回インドドイツ映画祭、第17回コルカタ国際映画祭、第16回ケイララ国際映画祭、第23回パームスプリングス国際映画祭、第8回ドバイ国際映画祭などの、 国際映画祭で上映された。サリームは大学在学中に3本の脚本を執筆しており、1本目はケーララ州のローカルスクールを題材とした物語、2本目はスリラー作品、3本目は後のアブ・アダムの息子の原型である。3本目の脚本は多くの人々から支持されたため最初にアブ・アダムの息子として映画化され、 次に一本目の脚本の映画化を進めた。彼は同時に、トラバンコール王国の初代君主、マルタンダ・バルマの電気映画を企画していた。しかし、これらの企画はいずれも実現せずに終わっている。2012年9月に新作映画の企画を発表し、マンムーティオ主演に起用した、クンジャナントント・カダを制作した。同作は2013年2月に撮影が行われ、 同年8月に公開された。2015年に制作したパテモリーは、批評家から高い評価を受け、ナショナルフィルムアワード最優秀マライアーラムを長編映画賞を受賞した。ありがとうございます。